ゴルフレッスン誌「アルバトロスビュー」の連載記事の中で特に人気があるのが三段階レベル別上達法です。この人気企画とゴルフネット TV がコラボしました八十ギリ九十ギリ百0 0ギリ。 それぞれのテーマは54人のティーチングプロへのアンケートで導き出したものだから段階的に効率よく上達することができるのです撮影を行ったのは銀座ゴルフアカデミー吉本匠コーチのマンツーマンレッスンが受けられ スイング作りに集中できる最適空間ですゴルフネット TV をご覧の皆さんこんにちはゴルフコーチの吉本拓実です今回はドライバーで球が捕まらないという悩みを持たれているゴルファーの皆様にドリルであったりコツをご紹介していきます このドライバーで球が捕まらないとなってしまうとボールが右に行ってしまったりもしくは飛距離が出ないとなってしまいますで今回いろいろなドリルでこのしっかりボールを捕まえてさらに飛距離ををアップさせるポイントをご紹介していきますさあ今回はですねこの肩の回転ショルダーターンでしっかりボールを捕まえるポイントをご紹介していきます。 このしっかりボールを捕まえるためにですね3つの動きができていないといけなくなりますまずこの3つの動きご説明していきますこの3つの動きというのはまず1つ目腕の動き2つ目肩の動きで3つ目腰の動きになりますでこれら3つの動きがちゃんとできて初めてですねこのしっかりボールを捕まえることができますでこのしっかりボールを捕まえていくときにですねアマチュアゴルファーの皆さんの多くはですねこの1つ目の腕の動き これ,ですね、これでボールを捕まえようとしてしまいがちになります。もちろん腕の動きだけでもです、ね、ボールを捕まえることができるんですが腕の動きだけではです、ね、ちょっと限界があって肩の動きができていなかったり腰の動きができていないとどうしてもです、ね、しっかりボールが捕まらないという状態になってしまいます。でこの残りの肩の動きと腰の動きの2つの動きの中で腰の動きというのは比較的、えー、皆さんできている方 多くいらっしゃるんですが、この肩の動きですね。肩の動きというのがなかなかちゃんとできていないという方が多くいらっしゃいます。で、この肩の動きっていうのがそもそも何かなかなかイメージできないという方もいらっしゃって、今回ですね、このボールを捕まえるしっかり捕まえるための肩の動きを体を覚え込ませるためのドリルというのをご紹介していきます。さあ、それではですね、この肩の動き、スイング中の肩の動きを体に覚え込ませるドリルをご紹介していきます。で、ご用意いただきたいのは。 通常使っているこのドライバーになりますで,このドライバーでアドレスを構えた状態のシャフトと腕で作られるここの角度ですねこの角度を変えないように維持しながらこんな感じで直立してみてくださいこんなイメージですね。でこの状態から肩から下を回転させてこんな感じでシャドースイングを行います。 この時に意識していきたいのは腰主導で回すのではなくて肩ですね肩のショルダーターン手動で回転させてくださいでショルダーターンを行って結果的に腰が回転するのは全く問題ありませんなかなかこの動きというのは意識しにくいので今まで肩が動いていなかった人ほどこのドリルを行うと非常に気持ち悪いと思います でこれしんどければしんどいほど今までですねこの肩が使えてなかったということになるので是非ですね手首であったり腕であったり腰さらには軸のブレに頼ってこのようにドリルを行わないように軸を中心にして肩だけで回転してみてくださいそうするともうピュアにですねこのショルダーターンだけの動きになるので。 体にこのショルダーターンの動きというのを覚え込ませることができますでこれですね繰り返していくと最初は違和感があるのがだんだんとこれに慣れてくると思いますでこれ慣れてくるということはこの動きにですね体少しずつ体に習得していっているということになりますでこれでなんとなく慣れてきたら今度はですねまあ、どこでもいいんですが壁ですね壁にギリギリヘッドが 当たるか当たらないぐらいにこのように立ってその状態でこのドリルを行ってみてください。でこの時も丁寧に手首の角度を維持ししながらショルダータータンを優先てて行ってくださいそうするとショルダーターンだけの動きに絞れるのでスイング中のショルダーターンのイメージを出しやすくなります。でこれで何度か行っていってできるだけゆっくりですねあの速くなってしまうと腕であったり手首を使ってしまうのでできるだけゆっくり行って何度か 何往復かして少しずつ違和感がなくなってきたら今度は直立した状態から前傾に戻して先ほどの要因を残したままですねこの状態でこういう動きを行いますこれ正面から見るとこんな感じですね先ほどここで作った練習したこの形というのを今度前傾して行って先ほどと同じぐらいの 振り幅大きさでこれ実はですねよくプロ選手などがショット前のルーティーンでこのような動き見たことある方もいらっしゃると思うんですがあれはですね手首を使ったり腰を使うのではなくてこのショルダーターンだけで上げていくイメージを作っています。 この時に例えば手首こねたり腕だけで上げるというのではなくてショルダータータンだけで,すねで上げていくとでその後実際打つ時はショルダーターンプラスまあ腕の動き腰の動きも入れていくという形になります。なのでまず最初は直立して行うと。で今度はそれを前傾して左右180度ぐらいの大きさで素振りを行うと。 でそれによってよりこの実際のスイングに近づけていってで最終的にはショット前のルーティンで少しそのイメージを入れてみてその後実際に打ってみるというのを行ってみてください で、先ほどはですね。この直立した状態のこのショルダーターンドリルをご紹介したんですが、今度はこれを膝をついて行います。ちょっとこれをお見せします。こんな感じですね。膝をついて。構えて行っていきます。で、これよくですね。この膝ついてボール打つというドリル過去に聞いた方いらっしゃると思うんです。これはちょっとその時、その実際に打つ時のこのちょっと趣旨とは違いまして、膝をついて同じように行うことによって、この地面の。 ヘッドのこの距離ですね。を維持しながらショルダーターンを行うというイメージを作るためのドリルになります。で、これも先ほどと同じで腕を使ったり、手首を使わずにこのアドレス構えた状態の。この角度ですね。を維持しながらショルダーターン。を行います。で、この時に例えばドーンって地面に当たったりとか。この体が起きて空振りするのではなくて、この状態から軸を意識して。 ショルダータータンで素振りを行うとでそうすることによってこの動きですねこの動きだけに集中してこの肩の回転を体に覚えていくことができます。 ショルダーターンの今ご紹介したドリルを実践していくとなんとなくですねこの肩の動きというのが体を覚えていくことができますでこれを今度実際のスイングにつなげていきたいんですがまず最初のステップとしては今ご紹介したドリルですね直立ドリルであったり膝ざつきドリルを行ってショルダーターンを体に覚え込ませていってその余韻を残して素振りをしてで最終的には ボールを打っていいけるというのが理想的になりますでこのボールを打っていく時に一番このショルダーターンの弊害になるものというのがこのの右手首の悪さになりますで実際このショルダーターンがなくても右手首を過剰に使うことによってしっかりボールを捕まえる感覚になるんですがそうなってしまうとこの腕の動き手首の動きに頼ってしまって。 このショルダーターンの動きがだんだんとまあ退化していってなくなっていってしまうので今回はこの右手首せっかくこのショルダーターンが良くなってきた時にですねこの右手首の動きを制限する方法というのをご紹介していきます。まずこれアドレスを構えた状態からトップのポジションまで行ってトップのポジションで左手をグリップから離します左手をグリップから離した時にはこの右手首の角度っていうのはこんな感じですね。 角度が生まれると思いますでこの角度まあ、見えている角度というのは私の角度になるのでかな皆さんがこの同じ角度にならないといけないということではありませんこれはご自身それぞれ個人差があって全く問題ありませんダウンスイングを下ろしてくるときにできるだけ変えないように意識して下ろしていってくださいこんなイメージになりますで、これ結構ですね実際にやってみるときついと言いますかしんどくなるんですがこれがですねこっち側に行ってしまった方が ダウンスイングするのが楽になりますですがこのこっちの動きこの動きというのがまあショルダーターンを退化させてしまう一番悪い動きになりますダウンスイングではトップのポジションで作られるこの右手首の角度をできるだけ維持しながら下ろせた方が肩の動きが必要になってくるので今日練習したこの肩の回転というのがより活かされるようになりますなので今日ご紹介したこのショルダーターンの ドリルですねと要因を体にこう少しずつ植え付けていく過程でセットでですねこのトップのポジションの右手首の角度を維持しながら下ろすというのも行ってくださいでトップのポジションの右手首の角度を維持しながらショルダーターンで下ろしてきてボールを打つとで悪い例としては右手首の角度が大きくなってしまってショルダーターンがなくなってボールを打つというのにならないように注意してください さあ今回ですねこの肩の動きショルダーターンでしっかりボールを捕まえるという方法をご紹介しました内容いかがでしたでしょうかでこの肩の動きというのが実はアマチュアゴルファーの皆さんの一番苦手な動きになります なので今日ですねご紹介した内容に関してちょっとイメージがわかないという方も中にいらっしゃると思います,すこれイメージ湧かないのはですねこの今までやったことがないからイメージがわかないので最初この少しずつですねドリルを重ねていくことによって体がその動きを覚えていくとこの違和感というのは少しずつなくなっていくと思いますでこのショルダーターンドリル今日2つご紹介したんですがどちらもまあ例えば練習場で 行いますしもしくはこのご自宅とかでもクラブを短く握ったら行えるドリルもありますのでぜひですね普段のこの生活の中でもですねショルダーターンドリルを行ってこのショルダーターンの動きというのを体に少しずつですね覚え込ませていってくださいそうするとその余韻が残って実際にボールを打ってもですね無意識のうちにショルダーターンができるようになってきます。ショルダータータンを行ってていくくだけででではなくてですねもし可能であればこのの右手首の角度が を維持しながらダウンスイングするというのもセットで行っていくとこのショルダーターンというのを体を覚え,覚えやすくなりますので是非ですねこのショルダーターンと右手首の角度をセットで行ってみてください。